皆さん、こんにちは。モンマミキです。今日は、会社で送別ランチ会をしていただきました。よいしょ。はい。ハンバーガー食べてきました。当初は中華の予定だったそうなんですけど、予約が取れずハンバーガーにしたと聞いております。でも私ハンバーガー好きなんでとっても嬉しかったです。あとは送別品もいただきました。なんか私なんぞになんかランチ会開いていただいたりプレゼント用意してくださったり本当にありがたいなって思いました。ねえ、私なんぞ3年9ヶ月しかいなかったんでまあ派遣では長い方か。なんかびっくりしました。で、まだ開けてないんで、動画撮影で初めて開封します。一緒にご覧になってください。開けます。なんだろう。お、なんかおしゃれなものが出てきましたよ。お、あ、ここ私がよく行くかんざし屋さんだ。はい、私よくかんざしつけてたから見られてたんですね。かんざしブルーをチョイスされたのはなんででしょう。なんだろう、私が担当してたお仕事のイメージカラーがブルーだったからかな。こんな感じ？それともピンクが好きだからアクセントとしてブルーに選んでくれたのかな。こんな感じかな。でも好きなデザイン、私嬉しいな。かんざし、こんな立派なかんざしいただけて感激。使おう。ちょうどかんざしこの部分がね、自分のひまがってきちゃって困ってたんですよね。ありがたや、ありがたや。もう一つ袋がありますね。こちらは何でしょうか。お菓子です。金魚さんの形してる可愛いお菓子です。なんだろうな、なんか私っぽい感じがする。なんか私っぽさを選んでくれたのかな。なんか嬉しいな。そんなわけで6月30日付けがちょっと。わかんない。じゃあ末日で退職ということにはなってるんですけど、同じ社内の他部署で7月からは頑張らせていただくので、今までの皆さんともお付き合いがあると思うんで、より一生懸命仕事に励み、より多くの皆さんのね、お仕事のお役に立てれるようにしていきたいなって思いながら、心も体もちょっとボロボロなんで、無理しないように自分のペースで、まずはやっていこうと思ってます。これからも動画も頑張るんで、応援よろしくお願いします。
でも自分のことを話す話題が本当に尽きてきてるんで、毎日は難しいかもしれないです。すみません。でも極力努力します。はい、それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。